皆さんこんにちは、ミヤです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。本日のお題はこちら、憧れのラナンキュラスラックスシリーズを買いました。プロが伝授してくれた方法で植え付けします。はい、というわけでね、やっと我が家にもラックスがやってきてくれました。わー、ラックスはこれから絶対来る宿根草だと思います。私もこれから育てるのですが、いろんなサイトさんの情報をまとめて今回動画にしてみました。これから育てられる方のご参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは宿根草を中心にみんな大好きお買い物情報などもお届けしていますので、よろしければ他の動画もチェックしてみてください。それではスタートします。はい、それでね、このラックスシリーズと普通のラナンキュラス、何が違うかというと、断然対処性、耐寒性が上がったということだそうです。普通のラナンキュラスはね、私もよく昔ね、寄せ植えに使っていたんですけど、庭植えすると、植えっぱなしではね、翌年ほぼ出てきませんし、夏前にね、球根掘り上げないといけないんですよね。で、そういうね、手間がですね、めんどくさがりの私にはね、かなり向いていないお花で、あんまりイメージがなかったんですけど、そのイメージをガラリと覆す強さと美しさを持って誕生したのがこのラックスシリーズだそうです。このね、ラックスシリーズは宮崎県の花農家さんが生み出された日本生まれのラナンキュラスだそうです。ちなみにね、このね、ラックスの名前の由来って皆さんご存知ですか？ラナンキュラスプラスワックスイコールラックス。ダジャレでしょうかね、これね。ダジャレ大好きです。はい。このね、ワックスは何かというと、お花がですね、ピカピカしてるんですよ。ワックスをかけたようにツヤツヤしたお花です。とても花持ちが良くて、切り花にもね、とても向いているお花だそうです。ラックスがね、強いっていうのを、私はね、視聴者さんに教えていただいたんですね。育てている方のブログを拝見して、本当に強くて素晴らしいと皆さん絶賛されているので、そう言われちゃうとね、絶対欲しくなっちゃうのがね、私の性格なものでね。それでですね、この放送の田舎では私が欲しい品種がね、なかなか売っていませんで、ネットで検索するとね、3,000〜4,000円するんですよね。開花前の株にすることでね、お値段も比較的お求めやすくなりまして、はい。で、この度ね、やっと我が家にお迎えすることができました。で、今回ね、お買い物したお店は、ヤフーショッピングの森農園さんというお店です。解説をつけてくれてるのでね、本当にありがたいなと思ってます。それではね、今回購入したラックスシリーズ、3品種ね、ご紹介させていただきます。くもくんが歩いてる。私はね、八重咲き好きですのでね、すべてね、八重咲き品種にしてみました。半八重もあるかもしれません。こちらがニノス。はい、白系ですね。こちらのニノスについて、どちらかの花農家さんがね、すごく素晴らしいって絶賛されていて、それでは買ってみましょうかっていう感じでね、買ってみました。こちらがね、アリアドネ。ドラえもん風に言ってみました。はい、アリアドネは、ね、このソフトピンクがね、可愛いなと思って、すごく人気のある品種だそうです。はい。それでこちらがね、私が一番欲しかった、アイオリアです。紫のね、ラックスなんですよね。可愛い。これ絶対可愛いと思って。一番最初にお買い物カゴに入れていた園芸ネットさんではね、速攻なくなっちゃったので、あ、もうどうしようどうしようと慌てふためいて森農園さんで発見しました。まだね、在庫ありましたので、皆さんね、欲しい方はね、早めにチェックしてみてください。こちらのね、ラックスシリーズのね、品種のネーミングなんですけど、何かと思いましたらですね、ギリシャ神話に登場する名称から取っているんだそうです。おしゃれね。それではね、植え付けをしていきたいと思います。こちらのね、森農園さんのご指示通りにね、土を配合してみようと思ったんですけど、
ボラ土小またはヒューガ土小と書いてあるんですけど、このボラ土って私初めて聞いたんですけど、ちょっと検索してみたらヒューガ土のことみたいなんですよね。ちょっとこの辺がね分かんなかったんですけど、コメリには中粒しか売ってなくて、でジョイフルもさっきまでね探しに行ってたんですけどないんですよ。なのでね、仕方なく今回はヒューガ土は諦めて、軽石の小がうちにありましたので、この軽石の小でね代用していきたいと思います。それではね植え付けしていきます。それではね植えていきます。こちらのね花の土を4、これに4杯取ります。腐葉土が2、赤玉中が2杯、次がねこの問題のボラ土またはヒューガ土の小粒なんですけど、これがね手に入りませんでしたので、こちらのね軽石小で代用します。こちらが2です。これでね10割10割っていうのかなになったんですけどね、これの他にパーライトやココピートを加えても良いですって書いてあるので、せっかくなのでパーライトを少し軽く1杯ぐらいですかね入れてみます。それにねマガンプ系を適量入れるっていう風に書いてありますのでね、ちょっと軽く一つかみぐらいね入れます。足りないかな、もうちょい入れましょうか。もうちょい入れときます。虫除けにねウルトラ DX もね使ったらいいっていう風に書いてあるので、こちらのねウルトラ DX も少しね入れていきたいと思います。はい、それでは入りましたのでね、これをよく混ぜていきます。今回ですね、せっかく3ポットあるので3種類のね鉢にね植え付けてみたいと思います。こちらが素焼き鉢ですね、7号かなと思います。こちらが6号のロングスリットポットです。でこちらがね7号のロングスリットポットです。鉢の方からね植え付けしていきたいと思います。今回は秋まで鉢植えで育てて、株をしっかりね大きくしてから地植えしたいと思います。直接地植えしてもダメじゃないみたいなんですけど、ちょっとねやっぱしお高い苗でしたのでね心配なので、鉢でね育ててからね地植えにしていきたいなと思ってます。鉢底石をねこちら入れていくんですけど、鉢底の炭という商品ね、こちら初めて使ってみますけど、ナメクジなんかの侵入を抑制しますって書いてあります。これからねナメクジが出てくるのでなんか良さそうかなと思ってこれにしてみました。こちらのね鉢底土ネット、鉢底土ネット、鉢底石じゃない、こういうのをね買ってきてみましたのでね、排水口の水切りネットでもいいかなと思ったんですけど、根が入りにくく破れにくい丈夫な平織り構造、ね、ここに書いてあるんですよ。そうでしたらじゃあこれにしてみましょうかと、こういう感じですね。意外と小さいですね。これをこのネットにね入れていきますね。何倍ぐらい入れたらいいかしら。あんまり入れると植えるスペースがなくなっちゃうので、ちょっと多いかもこれでも。鉢底がね隠れる程度でいいと思います。はい、ここぐらい入れました。折った面を下にして敷くといいみたいですね。こうしようかな、こうしてこうしましょうかね、こういう感じで、こういう感じで入りました。鉢なんですけど二回りぐらい大きくっていう風に書いてあります。
これだとね、一回りぐらいしか大きくないかもしれないんですけど、まあ、とりあえずね、これに植えてまた大きくなったらね、鉢増ししたいなと思います。しっかり根が張ってますよね。ラナンキュラスはあまり根を崩してはいけませんので、軽くでほぐす程度。こんぐらいね、このくらいにしておきます。肩のね、土はね、少し落としておきます。真ん中に据えて1.5 センチぐらい下までね、土を入れていきます。はい、とりあえずね、これで一つ完成です。はいね、つぼみが上がってますね、楽しみです。こちらはね、6号のロングスリットポットです。スリートポットは鉢底石いりませんのでね、このまま土を入れていきます。それでは今後の管理について少しご説明させていただきます。日当たりが好きな植物ですのでね、半日以上日が当たる場所に置きます。ラナキュラスは寒さには本当はあんまり強くないんですよね。でこちらのラックスはね、比較的耐寒性がありますけど、北風は避けた方が良いそうです。お花の時期は2月から4月とのことですので、花芽も上がってきてますのでね、もうすぐ咲いてくれると思います。で水やりについては、乾きすぎに気をつける、特に植えた後2週間くらいは水を切らさないようにねした方が良いそうです。その後はね、表面の土が乾いたらたっぷりあげるようにしてください。花後も葉っぱがあるうちは水をあげるんですけど、落葉したら水やりはストップして、軒下などで管理すると良いそうです。追肥は11月、2月、3月でリン酸分の多い肥料を与えるという風に書かれていました。でね、今ね、緩効性肥料を入れましたので、今回はね、入れなくていいかなと思います。現在鉢植えで、もう花付きでね、育てられている方は、このように肥料をあげるといいのかなと思います。肥料はね、3月でストップした方が良いようです。追肥を4月以降はね、あげない方がいい理由として、6月にね、落葉するようなんですけど、落葉した段階でもう肥料分がね、抜けているっていうことがね、球根を腐りやすく、球根を腐らせないためにはね、大切みたいですので、害虫駆除について、今ね、オルドラン DX を入れましたけど、つぼみの時期にアブラムシが発生しやすくなりますと書かれていますのでね、オルドラン DX やこのスプレー剤なんかもね、売ってますのでね、そういうので予防するといいかなと思います。株分け植え替えの時期、9月から10月だそうです。なのでね、地植えするならね、この時期がベストなんじゃないかなと思います。なので私もね、秋にね、地植えにしようかなと思っています。芽吹くのは10月から11月だそうです。それで芽吹いたら追肥ですね、11月に追肥です。で地植えにする場合に少し注意が必要なんですけど、ラナンキュラスは酸性土壌を嫌うので、少しね、石灰を混ぜると良いそうです。堆肥として腐葉土やバーク堆肥、有機石灰、
元肥をクワでよく耕して植え付けると良いとのことです。はい、という感じでラックスね、植え付けしてみました。少しでもね、ご参考になれば嬉しいです。このラックスシリーズはね、これから絶対に人気が出る品種だと思います。皆さんもぜひね、この素敵なお花植え付けしてみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。